今倉持くんが、はい、3級熟あ2級か2級、ね、2級熟成の、はい、S さんを励ましてます、はい、S さん、昨日の模試は何点でしたか。16点。うん、倉持くん、はい、はい、あ、僕も16点でしたね、最初の場所、はい、かぶってますね。うん、いつだったっけ、倉持くんは。1週間前です。1週間前、あ、本番1週間前ですね。おお、はい、本番1週間前、うん、でも今はね、だっけ、え、今の時期は今の本番何日前。まあ2週間前ですね。そうやな、はい、うん、じゃあ倉持くんの立場からどう、2週間前で今16点で悲しいんだけども、倉持かと、どうも。いや、めっちゃ言っていいですか、俺。いいよ。なめんなって感じですね。いいよ。こんなんこっちの身になったらね、もっと先発待ってましたからね。でも逆に言うと2週間余裕あるって思ってもダメだからね。もう2週間しかないって思わないと。俺は1週間しかない、何々しかないっていう気持ちで、その日一生懸命やって伸びたから。飯も食えなかった時もあったからね。だけ集中的にやって、でも伸びるとか伸びるし、特に2級の勝負なんてもうやればやったらやったらやるだけ伸びますからね、直々ね。そうそうそう、最後に1週間でな。そうそうそう、うん、でも攻防できなかったもんな、16点取った時やな、倉持くんは。できなかったですね、うん、うん、それでもう最後まで諦めずになりました、うん、両方、うん、じゃあその16点から何だっけ、80何だったか、ね、あ、7か、はい、71点アップ、うん、それの秘訣を、はい、教えたって。秘訣はもうもちろんもう一つです。諦めないことです、最後まで。はい、うん、何々ができないってもう思っちゃってるからダメなんですよ、うん、それを癖になってるんだったらそれをまず治すようにしないと、どん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 。だけどこの短期間で治るかって言ったら治んないし、だったら本当もう根性論だけど、気合気合で思い続ける、はい、ガル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 って俺ずっとそうだからね。大丈夫か、俺分かる、俺分かる、これやればできるっつ。じゃあ最後の一言、倉持くん、今日1級申し受けたけど十分なってやった。21点です。お、伸びた。お、じゃあと2週間でどうすんの。あと2週間で合格点まで、うん、最低の70点ですね、うん、もちろん総合、あ、相対試験なんで、うん、もちろん足切りも、うん、もちろんセーフで、うん、70点ってで合格を目指すと。そうですね、うん、じゃあこの動画後で自分で見てな。はい。